おいしい餌の話。北海道十勝、酪農王国と言われるここ十勝で、今日立の技術が活躍しています。おいしい牛乳はおいしい餌作りから、その餌作りを日立の技術が支えています。もっとおいしい餌を作りたい、食べさせたい、そんな工場の皆さんの思いに応える日立の技術。24時間休むことなく、配合の違う50種類以上の餌を作り、牧場へ牛たちへ届けています。こうして牛たちが元気になる、おいしい餌ができるようになりました。安全でおいしい餌が元気な牛を育て、おいしい牛乳を育てていく、そして私たちの笑顔も育ててくれるのです。北海道の暮らしのそばに日立の技術があります。日立インスパイアザネクスト。